カービングターンカービングターンとは、スキーのパラレルターンの一種であり、スキー板をずらさず、説明を強く捉えて、雪を切って進むターンのことである。ターン開始時に足をターン内側に傾けて、意図的な荷重や外力を利用した荷重によって、スキー板をたわませて、局面を作り、両腕のエッジを説明に切り込ませることで足場を作ってターンする。肩幅スタンスの両足荷重で、 ナイス,ままスキッティングターンと異なり板の制動要素が少ないため高速滑走が可能となるかつてパラレルターンの中では難しい技術であり1990年頃まではごく一部のスキーヤーのみの技術であったがカービングスキーの登場により一般スキーヤーにも可能な技術となったなお カービングとは、彫り込むの意味であって、曲がるの意味ではない。これは、カービングターンにおける雪面のシュプールが、まるで彫刻刀によって彫り込んだように見えることから、イメージされ、名付けられていることによる。実際に、完全なカービングターンで滑ることができる状況は、限られており、圧設され、かつ大会バーンのように、一般スキーヤーから隔離されて安全性が確保された状況が多い。 通常のゲレンデではスキッティングターンを組み合わせて滑る場合が多い。かつては全日本スキー連盟でもカービングスキーが普及し始めた頃はカービングターンを重視した楽なスキーを目指して内藤と呼ばれる蒸気の技術による姿勢が導入されていたことがあったが現在の SAJ での指導方針ではカービングターンにおいても外足荷重が重視されるようになり再び以前からの の実施性及び足をほぼ揃えているスタンスによる外足荷重の技術に戻している。なお、この方針はスキーバッジテスト SAJ 公認スキー指導員及び準指導員検定、全日本スキー技術選手権大会など、主に SAJ 及び加盟団体他が主催する基礎スキーの指導や技術審査を伴う滑走をする場合が中心で、通常の滑走までは内藤する。 カービングターンを行うことを制限しているわけではなく、実際の滑走で内藤するカービングターンを行っているスキーヤーも見受けられる。ありがとうございます。